和歌山高線は、和歌山県和歌山市の和歌山市駅から和歌山高駅までを結ぶ、南海電気鉄道の鉄道路線である。和歌山高駅で、南海フェリーの四国航路、南海四国ラインに連絡しており、大阪方面から徳島への連絡線の役目を果たしている。かつては、沿線利用も考慮され、途中駅として、久保町駅、築地橋駅、筑港町駅があったが、 いずれも1日の平均乗降客数が100人以下だったため2005年11月27日に廃止された。また、終着駅だった水県駅は、それより前の2002年5月26日に廃止された。県社分解店和歌山交換は南海電気鉄道の不設免許を譲り受けて、港湾管理者である和歌山県が 林港鉄道として整備したもので、南海電気鉄道が第2種鉄道事業者、和歌山県が第3種鉄道事業者となっているが、林港地区内に含まれない、県社分解店和歌山市駅間は南海が建設した。なお、和歌山県との境界点であった、久保町駅は戦術の通り2005年11月27日に廃止されたため、境界点の名称は、 県車分回転となった。キロポストの距離表示は南海本線からの通算となっている。南海本線直通の特急、サザン並びに急行及び船内運転の普通列車が運転されている。船内運転の普通列車は2005年11月27日のダイヤ改正で途中駅が廃止されたため一旦消滅し、南海本線と直通する特急と急行のみの 運転となっていたが、その後2012年4月1日のダイヤ改正で、すべて南海四国ラインとの接続に特化したダイヤになるとともに、特急、サザンと急行の一部が、船内運転の普通列車に置き換えられた。同年10月1日には、平日ダイヤの急行上り2本が、和歌山港発和歌山市域の普通列車に変更された。なお、 普通列車に使用される電車は、加田線と共通運用されている。2002年5月26日の水県駅、廃止以前から特急と急行は、南波方面から和歌山港駅までの運転で、2005年11月27日廃止の途中駅はすべて通過していた。また、水県駅発着の線内折り返し普通列車は1日、2往復のみであった。 毎年7月20日には、和歌山市内で、港祭り花火大会が開催されるため、この日のみ、大幅に、和歌山市駅和歌山港駅間の休行が、増発される。また、この日の臨時列車が運転される、時間帯の特急、サザンはすべて、和歌山市駅南場駅間での運転となり、和歌山港線へは乗り入れない。沿線には、企業の工場や、 観光庁の施設が多い。かつては朝夕を中心に、日中も1時間に1本程度が設定されていたが、現在は南海四国ラインとの接続に特化したダイヤとなっているため、通勤客よりもフェリー乗船客の利用が中心となっている。和歌山市、和歌山港以外の駅はすべて無人化されていたため、無人駅が存在していた頃における運賃。 乗車券の取り扱いは次の通りとなっていた。なお、中間無人駅で下車せずに、和歌山市駅和歌山公駅間を乗車する場合は、時期カードがそのまま使用できた。ちなみに、2012年4月以降は、和歌山公駅も無人駅化されたが、自動改札は引き続き設置されている。水県駅に停車中の2200系。 電車南海四国航路が開設された1956年に和歌山市駅和歌山港駅間が開業し、1971年には和歌山港の移転と和歌山県が計画した木材輸送のため築工町駅水県駅間が延長された。しかし、延伸開業時にはすでに木材輸送がトラック輸送に切り替わっており、一度も 木材輸送のための貨物列車が運行されることがなかった。延長区間のうち、和歌山港駅水県駅間には、前述の通り、和歌山市駅からの旅客列車が1日わずかに往復だけ運転されていたが、同区間にある踏切が、交差道路拡張の障害になっているとの理由で、2002年に廃止された。水県駅廃止直前の同年4月28日には、 臨時で特急サザンが南馬駅から水県駅まで運転された。また、同駅最終営業日の5月25日には、和歌山市駅から水県駅までに往復の定期列車に加えて後、往復の臨時列車も運転された。なお、開業当初から南馬発着の南海四国航路連絡列車が運転されている。当初は1551系を使用した急行。 阿波が運行された。後に、特急、四国が運行開始され、1985年からは、サザンとなっている。2005年11月には、中間の3駅が廃止され、和歌山バスの160系統などが、事実上中間駅周辺の代行輸送を担っている。全駅和歌山県和歌山市内に所在、和歌山公駅水県駅、ありがとうございます。